秦次郎君立憲民主社民の秦次郎です質問の機会をいただきましたことを青木委員長各会派理事の皆様そして委員の皆様に御礼を申し上げますありがとうございます今日は政府開発援助における民主化支援の実例を挙げながら非援助国と日本の経済発展そして日本が国際社会において 名誉ある地位を占める方法について質問と提案をさせていただきたいと思います日本の ODA は2000年代初,初頭から従来の開発援助だけでなく平和の構築や人間の安全保障そして民主化支援に注力するようになってきていると認識しておりますまず我が国の ODA において平和の構築や 民主化支援に注力するようになった理由や経緯について教えてください。林外務大臣、えー。途上国の平和や安定、そして安全の確保、これは国づくりおよび開発の前提条件でありまして、民主化の促進と定着は、公正で包摂的な社会を実現するための鍵であります。まあ、こうした観点からは国は 2015年に策定いたしました開発協力大綱におきまして、普遍的価値の共有、そして平和で安全な社会の実現、これを開発協力の重点課題と位置づけまして、平和構築や民主化支援を行ってきたところでございます。具体的には、例えばフィリピンにおいては、ミンダナオにおいて、紛争地域の復旧支援等を実施し、またカンボジアにおいては、若手行政官に対し、民主的な統治に関する研修、 これを実施してきてきおります国際情勢の悪化に伴って、平和構築や民主化支援、これのニーズ、高まってきておりまして、今後も紛争後の緊急人道支援から復旧、復興、開発支援まで切れ目のない支援、そして選挙支援やですね法制度整備等を進めて、一人一人の権利が保障される公正で安定した社会のための支援、これを進めていきたいと考えております畑次郎君。 まさに普遍的な価値、大変大切なことだと思います。そうした ODA を進める上で、留意すべきは隣国の中国の存在だと、私は考えております。これまで開発途上国に対して、民主化の推進を開発援助の条件にすることで、非援助国政府にとりましては、民主化を進める動機となってきたと思います。ところが 民主化をしなくても豊かになれること、それを追求し、他国に対する援助も民主化を前提とせずに進めているように見える中国の存在は、強権的なリーダーにとっては都合がよく、開発援助をめぐる構造を変容させつつありまますここのの変変化に伴いい日本の戦略もこれまでととはええざるを得ないと考えます。 外務大臣にお伺いいたします我が国が ODA を進める上で、中国と競合した場合、日本はどのような戦略で臨んでいるのでしょうか林外務大臣え先ほどお答えした通り、我が国は一人一人の権利が保障され、社会が公正かつ安定的に運営されると、このことが重要であると考えております。えー、そして途上国がこの質の高い成長 これ、果たしていくためには、ですねやはりインフラ等の需要を単に量的に満たすだけでなくて、自由や民主主義、基本的人権の尊重、そして法の支配、このような普遍的価値が共有される社会基盤の整備というものが必要になってくると考えております。こうした観点で、我が国は質の高いインフラ整備や、相手国のニーズにきめ細かく対応する、まあ、息の長い人材育成等を通じて、 途上国の自立的な発展に資する ODA の実施に努めてまいりました、まあ、今後ともこうした我が国の ODA の強みこれを生かしてですね平和構築や民主化支援をはじめ相手国の国民の一人一人が本当の意味で豊かさを実感できるような支援これを提供していきたいと考えております畑次郎君まああの中国との競合そこのことについてはまあ今お答えはいい いただけなかったと思いますが、まあ、いずれにしましても、今後も中国とは開発支援で競合することが多いと思いますが、これからは ODA を通じた平和構築や民主化支援そのものを目的とするだけでなく、それが確実に開発途上国の国民一人一人の生活を豊かにすることにつなげられる戦略を持つことが必要だと考えます。 これはウクライナでの戦争が終結した後の復興支援、そして平和構築に日本が関わっていく上で戦略になると考えます。日本が JICA を通して支援した具体的な事業として、まあ、先ほど大臣もいくつか挙げられましたが、カンボジアにおける選挙制度改革支援、その中でも選挙人登録の電子化とその成果について検証し、 より良い形での oda による平和構築のあり方について議論したいと思います今月20日アセアン議長国カンボジアでフンセン首相と会談された岸田総理もカンボジアの選挙支援活動中に銃撃を受け落命された中田敦人氏や文明警察官の職務中に落命された高田 春雪氏の墓前で手を合わせていらっしゃいましたこうしたご努力をされた先人に敬意を表すると同時に改めて個人のご冥福をお祈りいたしますカンボジアでの選挙制度改革支援は日本が主要な役割を果たした平和構築の貴重な成功例だと一定の評価がされていますカンボジアの選挙は選挙人登録のプロセスに 不正ががが入り込む余地が大きいいことが選挙のたにに問題になっていました2018年の総選挙に際しては、このプロセスを電子化するという、日本として一国の統治機構の在り方に大きな影響を与える選挙制度改革の本丸に踏み込んだことは英断であったとの高い評価も耳にしております。 それまでは壊れない投票箱の寄贈、投票用紙の印刷、電気がない地域でも夜の開票作業を可能にするランタンの提供など、必要ではあったと思われますが、選挙制度改革支援としては、限られた貢献だったと言わざるを得ません。 電子化について具体的には選挙管理委員会のメインサーバーの技術的支援を日本が担当いたしました軍と基礎自治体であるコミュニティにおける端末コンピューターへの選挙人登録は EU が支援をしていましたまたカンボジア内務省はオーストラリアユニセフそしてノルウェーの民間,民間会社のサポートを受けて国民 ID カードを電子化するなど 国民情報の IT 化を進め、独立した組織である選挙管理委員会が選挙人登録カードを作りました。そして有権者の諮問認証システムを導入した際、日本は EU とともにカメラ、スキャナー、PC、サーバーなど、諮問称号のための機材提供と使い方の技術訓練も実施いたしました。その結果 2013年の総選挙における選挙人登録者数、約968万人が、2018年の選挙では、約838万人にまで減りました。減った130万人の多くが、二重登録だったのではないかと見られております。実際にカンボジアの選挙制度改革支援に携わった方にお話をお聞きしましたが、 日本の選挙以上に電子化されたシステム構築が実現していたとの評価でしたそこで外務大臣にお伺いいたしますこのようなシステム構築に踏み込んだ日本政府としての戦略についてその意図をお聞かせいただけたらと思います林外務大臣、えー、我が国はこのカンボジアが民主主義に基づいてですね、安定的に発展することを重視をしておりまして これまでもそうした観点からさまざまな支援を行ってきております。2018年の総選挙に向けまして、当時、今、派委員からもお話がありましたようにです、ね、有権者名簿の絵の二重登録、これ、大きな問題となっておりました。この課題解決に向けて、カンボジア側からです、ね、有権者登録プロセスの電子化、 これに関すする支援要請があったとこころでございますこのお話ししていただきました技術支援、これはまあ先方の支援要請に基づき実施したものではございますけれどもです、ね、今お話のあったように、選挙プロセスの透明性の向上、これに寄与したと考えておりまして、まあ、普遍的価値である民主主義やです、ね、このまあ,ある意味では法の支配といいましょうか、しっかりと公正な選挙が行われるということを担保すると。 こういう意味でですね、えー、大変大きなこの役割を果たしたと考えておりまして、まあこうしたこの形でですね、このも含めて今後ともさまざまな形でこのカンボジアの民主主義の促進これを支援してまいりたいと考えております。羽田次郎君、ありがとうございます、えー。今回このシステム構築で日本が負担した予算総額と。 カンボジア EU、オーストラリア、ノルウェーなど、システム構築に関わった国や機関が負担した予算総額を教えていただけたらと思います外務省上野国際協力局長。 お答え申し上げますあの。今、委員からのお話にもございましたとおり、この選挙人登録プロセスの電子化、そのためのシステム構築にはです、ね、EU、オーストラリア、ノルウェーとあの複数のドナーが関わっておりまして、まあ、我が国もそ,のそうした他のドナーと、まあ、あの協力しながらあのお手伝いをしたわけですけれども、恐縮ながらその他のドナーがです、ねえー、負担した金額についてはあの、把握できておりませんのであの、総額でいくらかかったかということも分かりかねるのですけれども、 我が国の負担についてはです、ねえー、システム設計やリストを管理するサーバーの設置等の支援、それからあのこのシステム構築のためにです、ね、あの複数の専門家を何年かにわたって派遣しておりまして、あの支出した金額は総額で約2億円でございます秦次郎君。えーまあ、他国の 状況がどううかかかからないといとのはまあ確かにおっししゃる通りかもしれません、えーまあ、そのカンボジアのシステムについて、まあ、今以上にさらに不正を防止し、運用を向上させる改善部分があれば、教えていただけたらと思います独立行政法人国際協力機構、中村理事。お答え申し上げます。 旗員ご指摘のとおり、日本その他の支援国の協力により、生体認証機能を有する有権者登録システムが導入され、その結果、有権者の二重登録等が大幅に減り、選挙結果の選挙当日の速報などの新たな取り組みと相まって、カンボジアの選挙プロセスの透明性は大幅に改善したと考えております。こうした成果を 公正な選挙に向けてさらに向上させるためには、ハード面の協力に加え、ソフト面の協力、すなわち選挙管理委員会に対する継続的な能力強化、特に有権者に対する主権者教育にかかる選挙管理委員会の能力強化が重要と考え、現在、これを担う専門家を同委員会に派遣し、そのための協力を実施しているところでございます畑次郎君。 まさにまあ選挙人の教育というのは、我が国にもおいてもきっと、まだまだ必要な部分があるんじゃないか、そんな思いもありますが、どんなに優れたシステムであっても、それを運用する国に不正の意思があった場合、それを阻止する対策があるのかという懸念は残りますが、ぜひ今後もそうした努力を政府としても続けていただければと思います。そこでで選挙人登録で活用した カンボジア内務省にある国民情報を医療や福祉、教育などに生かしていくこと、その支援に日本が関わり、日本企業が参入するという戦略や計画はありますか外務省、上野国際協力局長。お答え申し上げます。あの現時点ではこののシステムの構築により整備された有権者情報を、えー、医療福祉 教育分野等において活用するということは、まあ、カンボジア側からもです、ね、そういう話はあのございませんのであの、日本政府としての支援というのも、まあ、現時点では想定はしてないんですけれども、あの今、委員のご指摘のようにです、ね、そういう活用は有効だということも踏まえてです、ねえー、ご指摘も踏まえて、カンボジア、それからまああのさっきも申し上げたように、他のドナーも関わっておりますので、カンボジア政府や他のドナーとも相談しつつです、ねえー、こういうそのシステムを医療、福祉、教育分野 にえー、おいてどういうふうに活用することができるかということはあの相談をしていきたいと思います、それからあの、まあ、そういう話がないということで、あのこのシステム構築で、えー、整備された情報を医療、福祉、えー、教育分野に活用するにあたってです、ねえー、そこに参入したいというその日本の企業がある、あるいはそういう計画があるということも、まあ、現時点ではあの私どもは承知はしていないわけですけれども、仮にです、ね、そういう意欲のあるあの日本の企業がおいでになるということ とであればあのぜひその企業のですねお話ご意向も踏まえつつですね我々政府としてどのようなお手伝いサポートができるかということもですね検討していきたいと思います畑次郎君、えー、前めくなご検討の、えー、ご答弁をありがとうございます、えー、まあ、せっかく日本がシステム構築に深く関わってきた経緯がございますのでぜひそのシステムを活かして国民の福祉向上教育の向上に 貢献していただきたいと思いますそうした取り組みが日本が国際社会で名誉ある地位を占めるきっかけの一つになると私は考えております選挙制度の信頼向上が必要とされる国例えば選挙の不正を口実にして軍事クーデターを起こしたミャンマーのような国の選挙制度改革支援に日本として貢献するお考えはありませんか大野大臣 愛知外部大臣この我が国は、先ほどご答弁いたしましたとおり、普遍的価値の共有、そして平和で安全な社会の実現、これを開発協力の重点課題と位置づけておりまして、今後とも選挙支援や法制度整備等を進めて、一人一人の権利が保障される公正で安定した社会のための支援を進めていきたいと考えております。ミャンマーについいてでございますが 昨年2月1日のクーデター発生直後から、我が国としては、この暴力の即時停止、そして非拘束者の解放、民主的な生態の早期回復を要求してきております、これらの3点や ASEAN の5つのコンセンサス、これが実現していない中で,で、選挙制度改革支援を検討するということは、時期尚早であり、まず ASEAN を含む国際社会とともに、 えー、今の事態の改善、これを強く働きかけてまいりたいと考えております。畑次郎君、えー、ご答弁ありがとうございます。まあ、先ほど井口先生からもあのご質問の中にあった通り、まあ、戦中の時から戦後についても考えていく、まあ、こういったことも日本として必要なんじゃないかと思います。まあ、今林外務大臣がおっしゃった通り。 平和の回復が先ではございますけど、選挙人登録の支援を通じて平和の構築、ひい,いては福祉や教育の向上につながれば、日本の貢献が非援助国にとって記憶に残るものになると考えます。ミャンマーにおいてはおっしゃるとおり、昨年2月に軍事クーデターが起こり、民主的な選挙で選ばれた政府が転覆されました。 クーデターから1年が経過した今年1月末の時点で弾圧によって殺害された無抵抗の市民は1503人に上ると現地の人権団体政治犯支援協会はまとめていますこの死者数には国軍への武装闘争で死亡した若者は含まれていませんそして 日本が農業支援を行った地域なども国軍によって空爆されているそうした現実がございますそこで日本政府としてはミャンマー国軍による空出た後その後の経緯についてどのように評価しているかまた国軍による権力機構を政府として承認するおつもりなのかお答えいただければと思います安倍内大臣 日本政府は、国軍によるクーデター、これの正当性を認めておらず、クーデター発生以来、ミャンマー国軍に対して、先ほど申し上げました暴力の即時停止、拘束された関係者,関係者の解放、そして民主的な政治体制の回復、まあ、これについて具体的な行動を取るよう強く求めてきております。 こうした中、昨年5月でございますが、法人のジャーナリストが解放をされたほか、11月には米国人のジャーナリストが解放されるということなど、一部、前向きな動きは見られるものの、事態の改善の努力、事態の改善のために、努力を継続していく必要があると考えております。クーデターから1年を迎えた今年の2月1日でございますが、外務大臣談話を発出いたしまして、 ミャンマーで今なお事態の改善に向けた動きが見られないということに懸念を表明し、改めてミャンマー国軍に対して、ですね具体的な行動を取るよう強く求めるとともに、国際社会の度重なる呼びかけにもかかわらず、暴力によって多くの死者、今ご指摘がありました、この多くの死者が発生している状況を強く非難をいたしました。またミャンマー問題の事態打開に向けては 国際社会との連携も不可欠でありますえ日本は5つのコンセンサスに向けた ASEAN の努力を一貫して後押しをしてきております私自身 ASEAN 議長国カンボジアとの電話会談をはじめ様々な場でミャンマー情勢について議論をしてきております我が国は引き続き関係国と緊密に連携しまたミャンマー国民に寄り添う人道支援も実施して,実施してまいりたいと考えております 次郎君ぜひ、ASEAN 諸国とも連携しながら、そうした支援、続けていただきたいと思いますが、ただ、あの民主化、民主派による国民統一政府の代表部が今、日本にもございます。政府として、国民統一政府のへの対応はどうされているのでしょうか林外務大臣。 2月1日に、民主派勢力が組織した NUG ・ナショナルユニティ・ガバメント、これが日本事務所を開設をしたというふうに承知をしております。民主的体制の回復に向けて、ミャンマー国民の声、これをしっかり聞くことは重要であり、日本はミャンマー側との間で、対象を国軍に限ることなくです、ね、さまざまな主体とやり取りを行ってきております。 他方、依然として現地では緊迫した情勢が継続しており、事態を改善させ、民主的な体制を回復させるためにも、まあ、そうしたやり取りの対応について、詳細を明らかにするということは差し控えさせていただきたいと考えます畑次郎君えっと。今のお答えによりますと、まあ、特にその民主化、国民統一政府の代表部から、まあ、何かこう具体的な ご要望とか、物資ですとか、何かの支援をしてほしい、まあ、ウクライナに関しては、多くの要望が寄せられて、まあ、それに対して国際社会、G7、特に G7 と連携して対応をしていると思いますが、まあ、そうした取り組みというのは、ミャンマーに対してはないのかどうか、えー、もしお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか林外務大臣。 先ほど申し上げましたように、この我々としてはミャンマー側との間で、国軍に限ることなくです、ね、さまざまな主体とやり取りを行ってきておるところでございます。現地の状況に鑑みです、ね、このどういう方とどういうやり取りをしたかということは、この事態を改善させて、民主的な体制を回復させるため、 まあ現地で非常に緊迫した状況、続いておりますので、こうしたやり取りについての詳細、これは明らかにすることは差し控えたいと考えておりますた次郎君まああの。あまりにも今、ウクライナの問題、注目されており、まあ多分ミャンマー国民の皆さんからしたら、少しちょっとミャンマーの皆さんが忘れられているような、そんな気持ちにならないように、ぜひ、 あのミャンマーに対すする支援も引き続きき続行っていいいたただきたいと思いますそしてミャンマーのクーデターに関して、国内問題とはいえ、力による現状変更という考え方もできると思いますが、政府としての見解はいかがでしょうか林外務大臣。このミャンマーの国内で起きていることにつきましては、昨年2月1日に発生した事案と、 国軍による政権奪取を含むその後の経緯、これを踏まえれば、クーデターに該当するというふうに考えております。国際社会の度重なる呼びかけにもかかわらず、暴力によって多くの死者が発生しておりまして、ミャンマー国内におけるこうした状況を日本として強く非難をしております。アセアンをはじめとする国際社会は、今まさにこうした事態を打開するための努力を行っておりまして。 本日までえ asean、ー、特使がミャンマーを訪問しております。20日には岸田総理とフンセン、カンボジア首相との間でミャンマー情勢についても、えー、踏み込んだ議論を行っております、えー、日本としては asean の5つのコンセンサスが着実に実施されますように。asean 諸国を含む国際社会と緊密に連携して、まあ、事態の改善に向けて最大限努力をしてまいりたいと考えております。私郎君。 ぜひ引き続きのご努力をお願い申し上げます我が国が国際貢献をするにもまあ、これまで話してまいりましたとおり一筋縄ではいかない問題が多く横たわっていますが日本としては非支援国の民主主義を発展させるパートナーを目指さなければならないと考えます選挙制度の信頼性が低い開発途上国に対する民主化支援を ODA における日本の大きなテーマにして、特にアジア諸国においては、押し付けではなく、その国の文化、宗教、歴史を踏まえた民主主義の在り方を一緒に考えるスタンスで挑むことが重要だと考えます。非支援国に寄り添うスタンスで関わることで、日本は欧米諸国や中国に対する優位性が 発揮できると私は確信しておりますこのことを申し上げ時間となりますので私の質問を終わらせていただきますどうもありがとうございました